日東工業によるアート展が長久手市で開かれています。会場には赤と黒をベースにさまざまな色を散りばめた愛知県立芸術大学名誉教授の山本富明さんの作品が展示されています。星空なのか宇宙のいろんなものなのか分からないですけれども、感じていただければ僕はいいかな。また会場内では国内外で活躍するピアニスト北角敦さんによる演奏も聞くことができます。作品を鑑賞しながら音楽も流れてくる、あるいは音楽を聴きに来たらそこに素晴らしい作品があって、それを目でも楽しむことができる。このイベントは明日までです。